これは自転車に全てをかけた男たちの記憶の物語である。知ってるか。え、知ってるって何をや。あのポスターの裏。今泉くんもあの穴見つけたんだ。知ってたのか。まあな。誰が開けたんだこのでかい穴。それはですね。あかんって、それ話したら死刑やで。その穴、え、開けたのは俺っしょ。マキシマさん。それはまだ牧島雄介がクライマーとしての才能を開花させる前の物語。はるしょうららしょう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 いけないっしょ、つい鼻歌なんか歌っちまった。なんたって今日から高校、自転車部のある高校、ずっと一人で走ってきたからな。俺らしくもないしょ、つい笑顔振りまいて。まあいいか、春だからな。なぜかみんな避けていくっしょ。俺意外に笑顔の才能あるかも。なんだこの頭は。まっすぐ立て、マキシマ。ノートは横にして書け。よたよた歩くな。疲れた。高校っつのはもっと自由なとこかと思ってたっしょ。まあいい、俺には自転車がある。自転車は自由だ。こいつに乗れば俺は認められる、全てを変えられるしょ。シアス。あ、経験者。得意分野は登りっす。ロードある。まあ一応乗ってみせてよ。見てろこの小さな坂道で。しゃあ、変えてやる世界を。俺を取り巻く世界のすべてを。しゃあ。なんだその変なダンシング。基本がなってねえよ。笑わす気かそのダンシング。ダメダメ。浜野も連れてこい。それで早く走れねえって。ずっと一人で走ってきた。ただ単純に自転車乗るのが楽しくて、山登りが面白くて。とりあえず基本からやり直した方がいいぞ。うん、俺らがフォーム直してやるよ。任せとけ。直さなくていいっしょ。自転車は自由だ。ようこそ総北高校自転車競技部へ。こいつに乗れば俺は違うのかよ。違うのかよ。お前が金城か。噂は聞いてるぞ。秋の千葉クリでアンダー15で優勝したって。いえ、たまたまゴール前でスペース空いていたからもがいただけで。そこでもがけんのが力ある証拠だよ。期待してんぞ。よろしくお願いします。ゆくゆくはキャプテンだな。あいつが金城か。えーす。お疲れ様です、キャプテン。キャプテン、
学連のポスターここでいいですか。おう神崎さん、今日入った1年の金城と田所です。よろしくお願いします。うん、あれこんだけ、もう一人は、さっきほら校舎裏の坂登ってた頭緑のやつ、どうした。ああ、あいつなら用事があるとか言って今日は帰りましたよ。ふーん。もういいっしょ、今まで通り一人で走りや。今日から経験者は上級生と同じメニューで行くぞ。近所。はい。部活はやめた、はい、って思ったけど、すみません。あと牧島。はいしょ、やめるのもなんか悔しかったから出た。師匠、俺近所よりやりますんで、ガンガンしごいてください。まああれだ、無理はすんな。うっす。こいつか、落ちてたよ部室前。ああすいません師匠。ああすいません。使い込んでんな。大したことないっす師匠。おりゃもう1年牧島ちぎれてます。俺が引いてやるから後ろつけ。すいません師匠。お前平地遅いな、亀か。経験者っての嘘じゃねえだろうな。おい、今日は登りメインの練習だぞ。任せとけ、俺2年の白井はお前の変なダンシング直してやるよ。わかんねえことあったら聞いてくれ。はい。なあ違う違う。え、そんなにバイク倒さなくていいって。腰サドルに落ち着けてさ。イライラするな、力が逃げてんだよ力が。そんなんじゃ早く登れねえから。お前も早く得意分野見つけた方がいいぞ。よ、うん、あ、すみません師匠。神崎さん、どうだ部活楽しいか。はい。自転車好きか。好きです、自転車はちゃんと楽しいっす師匠。今のがお前の本音だ、お前自身だ。自転車ってのはよ、気持ちが乗っかる乗り物なんだ。だからそういう自分の心の底から出るもん大事にしろ。俺の本音。近所みたいに誰もが羨む速さが欲しい。田所ってやつみたいにみんなと仲良くしたい。違う、俺はこのスタイルで登りたいっしょ。俺は部活の後、毎日一人練習を始めた。またサボっちまった夜の自主練。自分で決めたことなのに意志弱すぎっしょ、ユウスケ。毎日がここんとこ一日おきに二日おきになってるっしょ。何やってんだ俺。あの金城くんだよね。何牧島くん。いや、あの君が先輩と話してるのを聞いて、朝に自主練やってるとか言ってたっしょ。だろ、なんつうか、毎日続ける秘訣的なもの何なのかなってね。一緒にやる。あ、いや俺なちょっと特殊だから一緒にってのはあれなんだけど。俺なら一緒にやってやってもいいぞ近所。場所と時間を教えろ。てか負けねえからな。強引なやつ牧島くん。俺は一応毎日練習の日誌つけてる。日誌か。励みってことか。
データってのもあるだろうが、タイムはいつもつけてるけど。励み、みんな帰った誰もいない部室の壁に正の字、見つかったらやばい、こいつはギリギリっしょ。このスリルたまんないっしょ。グッドアイデア、俺しゃもっとまっすぐだよ、ブレちゃダメだ。うっしゃマキシマ、なかなかタイム伸びないっすね。頭の緑だけ目立って、他は平凡。平凡ね。しゃ俺はこの登り方で俺自身の世界を変えてみせるっしょ。エントリーは2年の富田と浜野。マキシマを待ってくださいよ、神崎さん。そりゃあいつにしっかり登りを教えてますけど。毎年このレースはヒルクライムで括弧の威信をかけてですね。知ってるよ。1年に経験させたいのは分かりますが、だったらここは近所でしょう。まあいいんじゃないの、エントリーしちまってんだ。えよし、マキシマどうだ。頼むから最下位になんなよ。柏東の1年しょぼいのいるから、あいつには勝てる、自信持て。あざす。うわ力ねえ返事。いざとなったら腹痛いっつってリタイアもありだからな。よし、マキシマさらにボロボロになってんな、練習したか。少しだけ。今度は笑ったな。並べ、もうすぐスタートだ。峰ヶ山ヒルクライムレース、後方の部、まもなくスタートです。全行程16キロ、最大斜度 18%、 標高 1206m、 最初の2キロは 4%。 いいんだよな、ここは俺の走り方で走って。けどなんで神崎さんは俺を選んでくれたんだ。あ、部活の態度が真面目だったからっしょ。なんだあのカズ、あの右下がりの字、おめえだろ。見せてみろマキシマ、お前の本音の走りを。スタートしました。強豪柏東、慶応幕張、去年3位の加茂校、そしてインターハイ連続出場、県内屈指の東北高校も走ります。てかマキシマ、なんでお前ジャージ着てねえんだ。いや、白岩たちがこいつにはまだ早いって。神崎さんはいいっつったんだけど。ったく、マキシマ、俺たちの後ろについてできるだけ離れないように走れ。先輩。なんだ。それ終わったら抜いていいんすか。お？ハハハハハ、オッケーオッケー、抜いていいぞ。今すぐ抜くか。取れるなら今日の山頂お前取っていいぞ。お、あざます。なんと、その男子だ。一人出た、東北だ。なんだあの男子。あのバカ、いきなり仕掛けやがった。無茶だ、あれじゃすぐバテる。もうか、マキシマ。なんだこの1年、異様に左右に傾いたダンシング。けど速い、めちゃくちゃだ。なんで俺が、優勝候補の俺が追いつかない。たかが1年に。俺たちが教えたダンシングと全然違うし。1人飛び出してそのまま独走してる。どこのジャージだ。1年。なんだあの走り方、見たことない。誰が早いんだ。このタイム、コースレコード出るんじゃないのか。それがおめえの登りか、大胆に曲がってやがる。いいじゃねえか。
最高だ。好きです。自転車はちゃんと。今のがお前の本音だ。それでいいんだよ。貫け、マキシマ。気持ちいい。足ガチガチだけど気持ちいいっしょ。やっぱそうだ。俺の思った通りだったっしょ。シュー、自転車は自由だ。高校の部トップで登ってきたのは東北高校、牧島祐介選手、1年生。牧島祐介か。すげえセンスだ。カミソリみたいに切れてやがる。よく隠してあったな、上りの牧島か。田所と金城、この学年面白くなりそうだな。牧島、もっと笑え、手あげろ。キモつうわけだ。何度聞いてもかっこいい話ですね。いや、なぜ穴が開いたかわからないんですけど。せやろ、そう思うやろ。当時3年の超怖い先輩が壁の落書きの犯人捕まえてぶっ殺すって噂が流れてな。その日の夜、部室に忍び込んで、おらっしょー、やばいっしょやばいっしょ、マジ殺されるっしょ。ちょっとなかったことにしたのさ。どの道部室壊してるんじゃ。かっこいいです、牧島さん。誰にも喋るなよ。めっちゃ言いたなるわ。言ったら死刑っしょ。遅かったな、荒北。待ちくたびれたぞ。せえ、てめえが早すぎるんだよ。後ろのことちった考えろ。ははは、すまないな、山神だからな。そういえば、東堂さんっていつから山神なんですか。あ、バカマナミ、余計なこと。このロードにまたがったその瞬間からだよ。俺は東堂陣八。登れる上にトークが切れる。そしてこのビジュアル、人は俺をこう呼ぶ、山神と。詳しく聞きたいか、マナミ。よし、ならば語ってやろう。お前はまだ知らないな。うむ、1年だからな。俺は見ろ、始まった。長えぞ。ああ、苦難や挫折、努力に積み重ね、そんなエピソードなど微塵もない。俺の輝かしい半生について。マナミ、俺は先に下るから責任持って聞けよ。そう、俺はこの箱根に明治から続く歴史ある温泉宿の長男として生まれ育った。え、俺がモテる？そうそう、俺女子が話してるのを偶然聞いちゃったんだ。私、東堂くんのこと。え、嘘、私もってさ。お前結構冷たい感じなのに人気なんだよ。運動神経いいからかな。知ってたか。うん、知ってた。感じ悪いぞ、チンパチ。天がくれたこのビジュアルと運動神経、女子に人気が出るのは当たり前だ。俺は神に感謝している。じゃあなんで部活やんないんだよ。おしゃれで忙しいからだ。お邪魔します。クラスメートの糸川修作で。そっちは客人用だ。裏から入れ。あ、お前ん家初めて来たけど有名なんだろ。温泉入れるか。いや、あれは客人が癒されるために作られた空間だ。ただで入って良いところではない。俺も二度しか入ったことがない。え、あ、そうなのか。意外と大変なんだな。もてなしの心があればそうでもない。ほら、ジンパチ。なんだこれ。
ヘルメットだよ、自転車の。へえ、軽いな。サイクリングにでも誘おうというのか。週末足の子にでも。レースだよ。箱根有料道路あるだろ、あそこで今度ヒルクライムの。髪型が乱れるな。百科だこれ。出ようよジンパチ。中学生だから中学生部門出られるし。修作残念ながらうちにはスーパー買い物号しかない。しかも年代物だ。悪いが無理だ、出れない。うち自転車屋だから。しまった、そうだった。そういう作戦か修作。冗談だよ、このレースママチャリでも出られるんだ。ほう、2年になったし、なんかこう達成感が欲しくてさ。なあ出ようぜ。いや、やっぱりいいや。昔自転車で一緒に小田原まで行ったことあったろジンパチ。ああ、お前が俺の着ていたとってもかっこいいスポーツジャージが欲しいと買いに行った時だな。そうそう。で帰り道、俺の新品のクロスバイクとお前のママチャリ交換して乗ったらさ、お前のママチャリすごい音鳴りがしてた。よくこんなので小田原まで。整備しろよ。なのに不思議なんだ、お前が乗ると一切音がしない。俺それがすごく印象に残ってて、なんか気になったんだ。言っただろう、あれは年代物だと。小さい頃からすでに音は鳴っていた。だから工夫してペダルを回した。そのうちロスがないようにペダルを回すと音が鳴らないことを発見した。あの頃はすでに自然とそれができるようになっていたな。なんでそんな工夫を。簡単だ、音が鳴るママチャリはかっこ悪いからだ。そうだ、練習しようぜ、せっかく大会に出るんだしさ。まだ出るとは言ってないが、練習の方はジュースとメロンパンで手を打とう。すごい、本当に音がしないねジンパチ。無論だよ、こいつは俺に飼いならされている。付き合いが長いのだ、このスーパー買い物号とは。整備した、ひょっとして。してないよ、常に納屋にひっそりと佇んでいるのがこいつだからな。試しに雑に回してみせようか。ほーら、賑やかだろ。わかったわかった、もういいよ。また音がしなくなった、すごい。けど新品のロードバイクで自転車屋の息子が負けるわけにはいかない。収束、なるほど、残り2キロの勝負というわけか。せい。逃がさんぞ収束。来た、乗ってきた。ダンシングで全力走行しても音がしない。なぜ運動神経がいいか。基本は小学校の時親によく連れて行かれた山登りだろうな。体力もだが、あれも要領なんだ。お、体の軸の部分をなるべく揺らさないように歩く。前に倒れる力を利用する。その方が楽だし効率はいい、ロスが少ないんだよ。意外に速い。ママチャリを左右に振っても体の軸がブレてない、ロスが少ないってやつか。捉えたぞ新作ジンパチ。消えた頂上。前髪が邪魔だ。変速しないのはジンパチのママチャリへのハンデ、矢は固定だ。だけど取る。俺の勝ちだ。とかいつもの涼しい顔で言えよ。
何落ち込んでんだよ、気使ってんのか。いや違うのか。俺にとって自転車はどうでもいいものだった。おしゃれの方が大切だった。セットした髪が乱れるのが嫌でヘルメットをかぶらなかった。なのに周作、お前を追ううちに気持ちよくなって夢中になって、最後の局面で俺はこいつを邪魔だって言っちまった。自分で驚いて落ち込んでた。レース出ようぜ。ジンパチ、本当にその格好で走るのか。どうした周作。レースだよこれ。ジャージとは言わないけどスポーツウェアとかあるだろ。レースだからだよ。何事でも大事だ周作。見栄えは汗でびしょびしょになるよ。いいのか。この服が。それにゼッケンつけたらピンで穴開くよ。なに。取りやめるか出走。着替えよジンパチ。なそーら。どんだけその格好にこだわってんだ。お、俊作くんじゃん。あ、こんにちは。じゃ、だって、おはようございます、南さん。でんだ、この大会頑張ってね。南さんと学校も出るんですか。うん、うちもクライマーたちがわんさと出るよ。おー、俊作知り合いか。年上じゃないか。うちの店によく部員を来てくれる高校の自転車部のマネージャーの人なんだ。はあ、自転車部。そう、知ってる。全国一の強さを誇る強豪校、神奈川県箱根学園自転車競技部。全国一。気合い入ってるね俊作くん。ええ、まあこのために自転車も新調し練習しましたから。こいつ、君お友達走るの？中学の部。はい、こいつで。おお、ママチャリか。勇ましいね。頑張れよ。はい、頑張ります。楽しみだね。出るんだよ。出る？そう、多分あなたたちの代から 4,5 年後あたりにこの神奈川県でインターハイ開催の計画があるの。インターハイ。今は中学生のあなたたち、その何人かがうちの高校箱学に入ってインターハイを走ったら、そこから出ると思うんだ。地元の盛大な応援の中、一番最初に箱根の道を登って山岳賞を取る選手が。一番最初、山岳賞。だから頑張れよ中学生たち。将来箱学で地元の赤ゼッケン取ってくれ。はい。よーし、このヒルクライム1位取れたらお姉さんがチューしてあげる。マジっすか。お前露骨に惚れてるな。高校の部スタートしました。まもなく中学の部がスタートします。ごめんチンパチ、俺先行くよ。いやもうこれは頑張るしかない。周作、山岳賞とは何だ。ああ、自転車は山登るの大変だろ。だから一番のやつは特別な賞をもらえるんだよ。すごいのか。すごいよ、もうみんなからリスペクト。かっこいいんだすごく。南さんの話じゃインターハイでは特別な赤ゼッケンがもらえるらしいぜ。赤いゼッケン。チューってポッペ。何に燃えてる俺。おしゃれと真逆だ。箱根道ヒルクライム中学の部、まもなくスタートです。何に熱くなって。ヘルメット、自分から。絶対最後まで被らないって騒ぐと思ったのに。こんなくだらない自転車のレースに。いや違うな、物事は全てそうだ。あの目、ジンパチの真剣な時の。お前まさか南さんの唇を狙って。くだらないかどうかはやってみるまでわからない。悪いな周作、俺も山岳賞っての狙うぞ。やっぱりだ。スタートです。ダメだ、渡さないと南さんは。見ろあいつ、ハエ毒草。いや、一台について言ってるぞ。ママチャリ。
しかもなんだかおしゃれファッションだ。ひたすらダンシング、重いまま連れて登ってく。ジッパチ来てる。すごい突破能力。そのペースで行けば山岳賞っての取れるんだな、修作。南さんの唇欲しさに。およ。なるほど、まだ足りんというわけか。中間地点を過ぎた。早い、俺だって練習したのに。しまった、前半飛ばしすぎた。このままじゃ、いい加減諦めろよ、ジンパチ。あれ、上司の声援に見向きもしない。ひょっとしてジンパチ、お前肌の第一の3年、あそこの自転車部は強いんだ。やられた、追いつかない。山岳賞が、奴ら早いな、中3。やっちまった、足つった。今ので、修作、俺はいい、先行ってくれ。見捨てられるか、バカ。いいって、やっぱすごいよ、ジンパチ。お前は本気で狙ってるんだろ、山岳。急げ。だけど正直、ママチャリじゃ無理だ。乗っていけよ、俺のロードに。断るよ、修作。あいにくだが、俺は苦しむ友達を見捨てて自分だけいい思いをするようには育てられていないからな。レースはもういい、終わりだ。バカ野郎、自転車のレースで勝つのは一人だ。それくらいは俺も知ってるか。じゃあそのチームメイトのことは知ってるか。勝った選手のチームメイトも手を挙げて喜ぶんだそうだ。自分が怪我してリタイアしても全身で仲間の勝ちを。自転車レースでチームメイトがトラブルに見舞われた時、すべきことは見捨てること。そして見捨てられた奴の思いを背負って1分でも1秒でも早くゴールを目指す、それが自転車レース。ジンパチ、俺はお前の優勝する姿を見てみたい。なんだあいつ、すごいスピードで抜いてった。ここ一番シャドウのきついとこだぞ。おしゃれ着のくせに速え。届けよその思い、修作、俺が通るぞ。なんだ今のやつ、急に来た。後ろに音がしなかったぞ。なんだこの乗り物は、滑らかだ。氷の上でも滑るようにスルスルと進め。同じ自転車なのか、凄まじく敏感だ。確実にこっちの方がロスが少ない。なんて効率的な乗り物なんだ。人力でこれほど速く走れるものなのか。気に入ったよ。見えたよ、最後の一人が。なんだお前、後ろにまだ二人いただろう、俺の仲間。心配するな、今しがた抜いてきた。お前も抜く。何者だお前。俺か、俺は箱根に古くから続く温泉宿、東道庵の嫡男、東道甚八だ。中学生の部優勝は78番、東堂くん、無名の中学2年生です。どうだ、聞こえるかこの歓声。喜べ修作。しかしハードだ。大丈夫か、負けた。なんだあいつ、まだ2年だと。あいつらと同じ世代か。うわ、予想以上にボロボロだ、俺の服が。仕方ない、優勝だからな。すげえよジンパチ、むしろかっこいいんじゃないか。いやダサいだろ修作、これは。しかも髪型もぐしゃぐしゃだ、人前には出れんぞこれじゃ。じゃあこれ使う。お、いいのあるよ。あ、南さん、すっごいね、優勝おめでとう。
うちのテントでももう話題になってるよ。箱根学園来る？卒業したら。いや、それはまだ。せっかくだったら日本一のチームでやりたいでしょ。考えときます。前向きに。あれ、なんかいい雰囲気。やっぱりジンパチ、お前考えすぎだ、修作。中はお預けだね、修作くん。そういや、さっきいいのあるって。ああ、髪まとまんないって言ってたからさ、これとかどう？なんて冗談。おお、いいかもな。あ、それでは中学聞いてた。中学の頃よほど山に向いた足なんだな。山の神に愛されたか。中学の部優勝は中学2年生東堂仁八くんです。これが山岳賞の眺めってやつか。うめ、悪くない。何でも似合うのがお前のムカつくところだ。このカチューシャもな。って、おい、寝るな、マナミ。おはよう、東堂ひゃん。おはようではない。聞いてたのか、しっかりと一言一句逃さず。しかしそのまま寝るとは器用なやつだな。いや、褒めとらんよ。で、どこまで聞いていた？実は最後まできっちりと。ふん、隅に置けん男だ。ところで、その修作さんって今何してるんですか？うむ、修作か。知りたいか？そりゃ興味ありますよ。東堂さんを自転車に乗せた人でしょ？ならば次は修作の話をしよう。遅かったな、荒北。あれ、ジンパチは？マナミもまだですね。それがあんな不思議ちゃんのせいで例の山神劇場が始まっちまったよ。そうか、それなら長くなるな。アブ、しょうがない、ゆっくり待とうか。はっ、甘やかしすぎじゃねえの。珍しいですね、牧島さんがうちにメンテナンスに来るなんて。こいつはやっぱ時々神崎さんに見てもらわなきゃな。認めさせた。あれ以来あの上級生も何も言わなくなった。神崎さんも優しくなった。あ、いや、あの人は前からまあまあ優しかったが。ともかく、まだまだ俺は登るっしょ。いろんな山をこのスタイルで、この自転車と一緒に。け、すげえ落としたと思って止まったら、クランクのとこガタガタ言ってるっしょ。まいったな、治るかこれ。牧島雄介、総北高校1年自転車競技部所属。特技、変速スタイルのダンシング。愛車、白いフレームに青いロゴ入り。牧島君。まあ、何しよう、金城君。ごめん、考え事をしてた。え、まあ、自転車のこと、いや、違う、なんでもないっしょ。昨日帰って工具でバラしてみたら、フレームのクランクの軸支えてるとこひび入ってた。俺変な乗り方するから変に圧かかっちまったんだ。気に入ってるフレームだったのに。で、神崎さんが次の埼玉でのヒルクライムもエントリーしといたぞって。牧島くん、やべ、聞いてる聞いてる。そのヒルクライムの思想だよな。確かあの白岩って先輩がなんか張り切ってたの部室で聞いてたから。俺も思想参加させてください。マジぶち抜きます、牧島を。分かっているならいいんだ。
考え事中に悪かったね。ああちょっ待って、うん、いやあそのしゃ金城くんは今乗ってる自転車もしひび入ったらどうする？あやっぱ何でもないしゃ。相談してどうするつもりしょ。俺牧島くんが乗ってる自転車さ、かっこいいよね。あのメーカーって青いフレームに白いロゴがイメージだけどさ、牧島くんのは逆になってて珍しいよね。まあ白の車体に青の差し色ってのが気に入ってこだわってそれで選んだんしょ。毎日練習終わったら磨いてるんしょ。俺はずっとあのフレームと一緒に登ってきた。来週のヒルクライムに向けた思想練だ。各自コースをよく見ながら走れ。はい、はい、牧島勝負だ。頂上までの登り負けた方がコンビニの昼飯おごるってのどうだ、うん、どっちだ了承したのか、うん、だからどっちだ。うわ笑い顔怖。俺がここまで来れたのはこいつのおかげ。そらおいここで仕掛けた試合は来いよ見せてみろお前の気持ち悪いクライム。出るぞ牧島の傾けクライム。こいつと一緒に俺はいつも登ってきた。しょっ、あれよっしゃ単独逃げ切り俺白井は優勝。仕方ない、昼飯おごれよ。いたわりながら乗るっしょ。ありゃま、どうした。もうあのダンシングはやらない。君が総北高校の牧島くん、1年ながらこの前の峰ヶ山ヒルクライムで優勝したんでしょ。すごいね。今日の大会も優勝狙う？え、優勝？どうコンディションは？あ、まあまあしょ。いやいやバッチリですよ。俺総北高校2年の白井川です。こいつダンシングがすごいんです。コンディションか。俺はまあまあしょけど自転車は。神崎さん、やめっしょ。大丈夫っす。自転車はなんともないっしょ。そうか。最近練習でもいいタイム出てないから、自転車の調子でも悪いのかと思って。いや。まあ自転車で困ってんなら相談しろよ。うち。まもなく高校生の部開始です。選手の方は集合してください。よし、行け。頑張れよ、マキシマ。はい、しょ。長瀞山ヒルクライム高校生の部スタートです。言われなくても精一杯やるっしょ。俺の得意な登りだから。 あいつ千葉のヒルクライムで優勝した1年だ。マジでこれしかないか。俺の得意分野だから。なんでだ、なんでこんな時に。自転車は自由なんじゃないのかよ。712番総北高校牧島選手86位でゴールです。ぐちゃぐちゃだ俺。何に切れてんだ。金城やったな、6位入賞。ありがとうございます。白岩より全然上。あいつなんか取材のカメラばっか意識しててな。うるせえよ、ちくしょう。6位、一桁。くそ、さすがだな、金城。俺の話題にはなるなよ。100位以下だから、ネタフリだ。それにしても、牧島君、どうしたんだろう。最悪だ。
俺散々だった。最悪だった。今日一日消えてなくなっていいっしょ。クソ、マキシマ君大丈夫だった？メカトラブル？調子悪かったんじゃ。うるさい、なんともないっしょ。これが俺の実力っしょ。お前には関係ないっしょ。この状態続くなら俺も部にいる意味、自転車屋こんなところにあったっけ。じゃ、なんだこのフレーム。ピカピカの白の車体に赤の差し色、かっけえ。やんなくなったらしいな、1年の牧島。あの変な傾けクライムだっけ。白岩の話じゃ頑固だったけど改心してフォーム直したってさ。失礼します。おう金城。シャス。今度の土曜柏東と合同練習だ。柏東は広川が早いからな。何かメニューやるんですか。登るんだ。みんなで用意ドン。ほぼレース。金城、田所と牧島、あいつも一応連れてこいよ。あ、はい。まだあるしょ、あのフレーム。なって何、毎日遠回りして確かめてるっしょ。俺部活早帰りしてるのに。一度一回だけ見せてもらうから。別に買うわけじゃないけど。しゃ、チアス。ほっそ、なんて細くて頼りなさげなフレームっしょ。生で見るとオーラ違うしょ。直接触れたい。マキシマ。うわ、ちょ、神崎さん、なんすかこんなところで。買い物っすか。いや俺は買うわけじゃないですけど。なんすかそのエプロン。神崎。え、ここ俺んち、自転車なんだ。え、こしくった、かっこ悪い、悪すぎるっしょ。よりにもよって先輩んちの周りをうろうろしてたなんてやばすぎるしょ。俺なんか悩み事あって先輩んち訪ねたみたいになってるっしょ。帰ります。待てよ、あれ見に来たんだろ。あ、バレてる。ちょっと肩は古いがカーボンラグ組、下手も進むが恐ろしく登るぜ。登る。乗り換えるか。ちょっと古いから安くしとくぜ。いや、いいっす、マジで。失礼しやす。土曜、柏東と交流戦だぞ。はいっす。マキシマ！見せろ、そのバイク。そういうことか。なるほどな。不調の原因が分かったよ。戻してください。まだ乗るんで。もう乗れない。乗ります。乗ることはできてもパフォーマンスは出せない。それでもいいっしょ。俺はこいつと一緒に登ってきたんだ。決めたんしょ、もうあのダンシングはやらないって。なんで乗れないんすか。乗れるっしょ。ひびの入ったフレームじゃ安全上まずいってやつっすか。お前が不満そうだからだ。あ、乗るが本音じゃない。乗れると乗りたいは違う。峰ヶ山のレースの時、お前は本当に楽しそうだった。お前は入部した時、得意分野を聞かれて迷わず登りだって答えた。その目は本音だった。マキシマ、心から望む進むべき道を進む時、選択肢ってのは常に一つだ。一つ。フレームとダンシング、どちらともは取れない。どっちかを取れ。捨てる覚悟をしよう。捨てる覚悟。その覚悟は必ずお前を一歩強くする。総北牧島、ちょっといいか。柏東の広川だ。この間の峰ヶ山ヒルクライムは
コンディション合わせたつもりだったが、俺は4位だった。原因は出遅れだと思ってる。同時スタートなら負ける気がしない。今日はいい機会だ。勝負しろ、マキシマ。どうだった？うつむいたまま俺と目も合わせませんでした。不調って噂、本当ですよ。覚悟、両方は取れない。捨てる覚悟。俺は今日からこいつと登るんしょ。スタート。おお、いったいった。俺は今日からこいつと登るんしょ。って、お前マキシマスタートしたぞ。えっ、金ちゃん、マキシマがいねえぞ。分かってる。あいつやっぱ不調なのか。今朝も変だったしな。つうか俺はもうダメだ。登りはあとは頼んだぞ金ちゃん。早いな。やべえ、早く追いつかないと。追いつかなきゃいけねえんだけど。なんだこの心の静かさ。馴染むこのフレーム、イメージ通りだ。か細いのに柔らかくてしなる。いいのか、やっていいのか、あのダンシング。付き合ってくれるか。俺のダンシングはちょっとばかり負荷が激しいっしょ。なんだこりゃ、こいつすげえ、すげえ登る。面白え。受け止めろ俺のダンシング。やばいっしょこれは。自由だ。おい、マキシマ、お前怒る。どうして、遅いっしょ。タタクロッチ。チッチってなんだ。傾けてやがる。戻ってきやがった、いつものあいつが。なんだあのダンシング。まるで雲。俺のダンシングに付き合ってくれんのか。お前いいやつっしょ。の金城君。マキシマ君。あ、こないだはどなっちまって悪い。その、いや、今話すことじゃなかった。先行くっしょ。この間のことを気にするなら、俺はあの時のこと、君の心の声が初めて聞けて嬉しかったと思ってる。君はいつも一人で考え込んでるからさ。同じ学年なんだ。辛い時は相談に乗るよ。行ってくれマキシマ。山頂取れよマキシマ。くだらねえ、くだらねえしょ。俺は今まで一人で登ってきた、一人で走ってきた。なのに一瞬あいつのこと仲間だって思っちまって。おお、総北マキシマ、ゴール近くで追いついてくるとは計算か。なんだなんだお前、その雲みたいなダンシングは。しゃー、まるで頂上の雲男、ピーク、スパイダー。取ったぜ金城。マキシマ。大したもんだ。どうだった新しいフレームは。素直です、めっちゃ俺に似てる。そんなに曲がってねえよ。繋がる一歩、積み重ねてここに立つ。
俺の名前は荒北康友、箱根学園1年生。好きなものは。よう、ほら食うか。なめんな、猫畜生が。これ結構うまいんだぞ。やべえ、これうめえ。それいけ、荒北君。怖くない。それいけ、荒北君。大丈夫だ、野良助。こいつはこう見えて尻尾だ。人間の尻尾はここについてる。人間は優しいやつになればなるほどこんな感じに尻尾が伸びるのだ。そうにゃたんですか。人間の言葉は通じなかった。